東海3県は名古屋で32.8度、三重県松阪市で34.5度など各地ですでに気温30度以上の真夏日となっていて湿った空気の影響で蒸し暑く体に応える暑さとなっています愛知県は熱中症の危険性が極めて高いとして今年初めての熱中症警戒アラートが発表されています気象台は外出をなるべく避け 運動はしないなどの熱中症対策を呼びかけていますまた岐阜県では昼過ぎから夕方にかけて雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです1時間に降る雨の量は美濃地方と日田地方いずれも多いところで30ミリと予想されていて気象台は土砂災害への注意・警戒を呼びかけています